ただいまより、第2部、ラウンドテーブルを開始いたします。まず、経済産業省、製造産業局、生活製品課長、田上博道様より、サステナブルファッションに向けた、経済産業省の取り組みについてご講演いただきます。田上様、どうぞよろしくお願いいたします。 はいえー、皆さん、こんばんは、えー。経済産業省で生活製品課長をしております、田上と申します。あの私どもの方で、えー、あの今、えー、繊維の資源循環、えー、人権の関係の仕事をしております。 学生さんも含まれているということで、私ども経済産業省がですね、繊維産業に対して、企業に一体どういうことをお願いをしているのかといったところをちょっとお話をさせていただきたいと思います。今日あはもうポイントを絞って2つだけお話をしたいと思います。1つが資源有効活用に関する取り組み、もう1つが労働環境改善、いわゆる人権の話をしたいと思っています。 環境省さんの調査ではです、ね、あの年間、大体約51万トンのお洋服が捨てられているというデータがございますそのうちあのリユースリサイクルされているのが、まあ、わずか 16%20% しかないとここす,すなわちあの50万トン近くがです、ね、廃棄をされている状況です。じゃあこれあの どういったところで CO2 の排出がなされているのかと、多分若い方は非常に繊維産業に対して環境を汚染してるんじゃないかといったご心配をされているかと思います。で繊維産業の中でどういったところでエネルギーをたくさん消費をしているのかといったところが右下4ページになります。一番多いのが左側、原材料調達。その次の多いのが製造工程におけるエネルギーの排出量になります。 この原材料調達から製造工程で全体の4割を占めますし、廃棄の段階でも1割を占める状況になっています。したがって、 であのリサイクルを進めることによってです、ね、この原材料調達と製造工程のエネルギーの使用を減らしていくことができますのでここを企業の方にどう頑張っていただくかといったところがこの今後、今私どもでやっている資源循環の政策になっていきますちょっとまた戻っていただきまして2ページですね資源循環どういうことをやっているのかとお洋服の流れですね、まあ 皆さんがお店で買われたお洋服というのは、長く着たりとかですね、お下がりをして、これでも、一回手放しをされた時には、 えー、このアップサイクルといって、あのパネルやですね、産業用の雑巾などに加工されて、えー、分別されていきます。まあ、それでも使い切れなかったものについてはですね、まあ、これからこの点線のところをしっかりシステムを作っていきたいということで、えー、繊維から繊維に戻していくといった取り組みを、これは産業界の皆さんとしっかりやっていきたいと思います。これあの、 まだ世界中どこもこのシステムを完成したところはないので、これは今日、あの、プレゼンテーターにいらっしゃる向井さんにもですね、このシステム作りの方には関わっていただいています。じゃあ、どういうことを具体的にやってるんですかといったところが、右下5ページになります。 しっかりそのリサイクルをしていこうということで、今着ているお洋服を長く使っていこう。先ほどあの、家の方のプレゼンにもありましたけど、長く使っていこうということで、あとはリサイクルしやすいものを作っていきましょうということで、この環境配慮設計ガイドラインというのを、これはお洋服の中でもリサイクルをしたり、長くお洋服を着たりとしたものを作っていこうというのが右側のものです。 でまた、あの、リサイクルをしたときにですね、まあ、どういった製品は、あの、リサイクルなのかといったところを、しっかり評価をする仕組みを作っていきましょう。JIS や ISO を作っていきましょうといったものをですね、今、検討しています。これ、あの、産業界、えー、今、化学繊維協会さんとか書いてますが、あのー、他、あ、面とか、あ、えー、防疾協会さんのものを手伝っていただきながらですね、この、 JIS や ISO に向けた検討を今産業界としっかりやっているところでございます。また右下6ページでございますが、資源循環に関する課題と取り組みの2つ目として、先ほどの繊維から繊維に移すとき、移していくための下側のシステムがありま、まだ完成できてないといったことを申し上げました。その時にこれからやっていかないといけないのが、この繊維から繊維に移していくための リサイクルの、えー、技術開発でございまして、まあ、右側は繊維のリサイクルの技術開発です。これはあのポリエステルからポリエステル、綿から綿の技術開発のところは実証レベルではかなりできてきていますので、これをどうやって実用化していくかといったところが大きな課題。もう一つ、えー、複合素材、私たちが着ているお洋服の約6割はですね、えー、混合品と言われている 複数の素材からできているお洋服ですので、それをそれぞれの綿、えー、とか、ポリエステルとか、そういったあ素材ごとに分けるための技術開発もこれからやっていきます。これはあの、産業界の皆様、大学の方の英知を結集しながらですね、この技術開発を進めていこうと思っています。でまたあの、お洋服ですね、使えるかどうかといったところもですね、えー、選別をする技術開発も必要です。これはあの、私どもの 消費者庁さんにもご協力いただいている検討会の中でもです、ね、この分別の様子をご覧いただいた、見ていただきましたが、もう本当にたくさん入ってきたお洋服をです、ね、手作業で分別をしています、これをいかに効率的に分けるかといったところの技術開発もです、ねこれはあの、これも産業界の皆さんの英知を結集しながら取り組んでいるところでございます。 もう一つ、えー、若い方がご心配されているのが、人権がちゃんと守られているのかどうかといったところでございます。ちょうど今年が、あの、ラナプラザのミスター8ページですね、えー、ラナプラザの事故からですね、10年が経ちました。えー、この事故を踏まえて、世界中のアパレル企業さんは、人権に配慮した取り組みをですね、やられています。まあ、あの、日本も、 だいぶ遅れてしまいましたが、昨年の7月にですね、繊維業界上げて、繊維産業における責任ある企業行動ガイドラインというのを策定をいたしました。右下9ページですね。これは IL の方にもご協力いただいてですね、この国際的なスタンダードにのっとって、中小企業の方々にもですね、取り組みやすいように、具体的にどういったことをやればいいのかといったところのガイドラインを策定をいたしました。 まあ、あの、若い方、非常に気にされている環境の問題、えー、人権の問題に対してですね、これ、あの、経済産業省をしっかり取り組んでいきますので、 安心して、え、専業界の方に入ってきていただきたいと思いますし、こうした、日本の取り組みについては、あ、ヨーロッパ、EU の、EU の皆さんともですね、しっかり連携を取りながら、国際的にも発信をしていきたいと思いますし、企業の方々が国際的にも活躍できるように、制度づくりも積極的に貢献していきたいと思います。えー、すいません、短い時間ですが、あの、 皆さん、ぜひあの将来繊維業界にです、ね、来ていただくことを心からあ願いまして私のお、えー、講演とさせていただきどうもありがとうございました田直井様ありがとうございましたどうぞご登壇くださいここからは日本企業の取り組みについてラウンドテーブルを開始いたします皆様どうぞご登壇ください それではパネリストの皆様をご紹介いたします。進行を務めていただきます、コーディネーターは、消費者庁、サステナブルファッションサポーターでもある、w w d ジャパン編集統括、サステナビリティディレクターの向こうちず様です。続きましてパネリストとして、株式会社サザビーリーグ、リトルリーグカンパニー、ロンハーマン事業部長兼ユメンズディレクターの 岸ゆかり様です。同じくパネリストとして株式会社ゴールドウィンニュートラルワークス事業部長大坪岳太様です <laughs> またパネリストへの質問者として2名の大学生にお越しいただいております日本女子大学大学院家政学研究科被服学専攻2年戸あ愛美様 大妻女子大学、家政学部、被覆学科4年、宇沢眞子様です。皆様には、未来を変えるサステナブルファッションの可能性をテーマに、討議していただきます。それでは、向こう様、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では、これから7時10分まで、えー、進めさせていただきます。えー、日本のファッション業界の取り組みについてですね、代表する2社にお越しいただきまして、えー、後半は、大学生のお二人から、 次応答もしくはご意見などビシビシ上げていただいて盛り上げていきたいと思います。えー、テーマは未来を変えるサステナブルファッションの可能性です。まあ、日々こうファッション産業のサステナビリティと私自身向き,あ向き合っているとですね、これは相当に覚悟がいるし、あの、簡単じゃないと思うんですね。で、果たして本当に我々はサステナビリティシフトを実現できるのかと悶々することも多いんですが、 このお二人と話すとできるような気がするといつも思いますので今日はこのお二人を迎えて進めていきたいと思っております。で、最初に、では自己紹介をごめんなさい、あの、スタートさせていただきますが、私がここで画面共有でよろしいでしょうか。はい。 えでは自己紹介から始めたいと思います。持ち時間1分ということで、私の方からまず進めさせていただきますが、えー、肩書きは WWD ジャパンの編集とかサスティナビリティディレクターというものを務めております。で、長い間、最初はデニムメーカーで営業からスタートしまして、その後はメディアの世界でファッションビジネスに長く携わっております。で、まあ自分自身大量生産、大量消費、大量廃棄を原因を作った まあ根本の一人だと、一員の一人だという自覚がございまして、 2 0 50年過ぎましたので、そろそろやっぱりこう未来のために自分が間違ってきたことをして,なしてきた一員であるという自覚を持って、もう一つ新しい未来を作る方向に参画できないかと思ってこの役職を手向いております。普段は新聞を作っておりまして、えっ、ー、と最近作ったサスティナビリティ関連の、えー、と特集ですと、まあ、一番左が2021年に、まさ、あ、に今一部で EU の,あの方からたくさん キーワードが出てきましたこの循環型ファッションという方にリニア型から向かうんだ、向かおうという宣言を特集で作りました。昨年の、えっと、一番よくできたなと思っているのが、回収ボックスのその先を追えという特集を真ん中作りまして、まあ、繊維、資源循環というのは大きな大きな課題なんですが、果たしてこの回収の後ってどうなってるかというと、まだまだ見えない。だから見えるようにしていこうと。 努力しているわけなんですが、そのあたりを掘り下げた特集ですとか、一番最近ですと、一番右側、ステラ・マカトニさんが5月に来日した時に、えっと、オピニオリーダーの彼女に意見を伺いつつ、店頭ではどんなことができるのか、物はありがとうございました、と売り場で売って終わりじゃない、それからもできることがいっぱいあるんだということを特集しました。以上が私の自己紹介でございます。では、ネギさんにバトンタッチいたします。はい。はい。 えー、サザビーリーグ、リトルリー,リーグカンパニー、ロンハーマン事業部、えー、事業部長兼ディレクターをしております、根岸と申します、えー。ロンハーマンについて少しご説明させていただきます。ロンハーマンは1976年にカリフォルニアで生まれました。えー、スペシャリティストア、あの洋服のセレクトショップです。で日本には2009年、約15年前に上陸いたしまして、 現在は25店舗、オンラインも含めて25店舗国内にあります。で、お洋服だけではなく、少しちょっとちっちゃいんですが、写真であるように、あの、リビングでしたりとか、まあ、コスメ、あとはカフェ、キッズなど、本当にライフスタイル全般の、えー、お店を運営しております。私たちは、まあ、あの、15年前に立ち上げて、日本に上陸して、で、そこから様々な、本当に、 気づきだったり、自分たちはコンセプトとして、お客様に対して、やっぱり幸せを届けたいと思ってやってまいりました。で、その中でこの産業が、幸せを届けたいと思っているのに、その裏側を知った中で、じゃあ自分たちがどう変わっていったらいいんだろうかという形で、あ、次のスライドお願いいたします。2020年に、あの、公約をサステナビリティに、 の公約を、えー、発表しております。で、ここではホームページに詳しく載っておりますので、お時間あればぜひ、で、ここで、次お願いいたします。Love for Tomorrow というスローガンのもと、4つのフォーカスエリアを、またお願いいたします。環境を守る。2がコミュニティとの関わりを深める。 で次、お願いいたしますで。3がお客様に幸せを届ける。4がチームメンバーの幸福度を高めるという形で、えー、細かく数値も入れまして目標を立てました。で、現在、えー、現在の進行具合なども、えー、間もなくホームページに上がる予定でございます。で最後すいません。でその中で、まあ、ちょっと細かいんですけれども、えー、この度は、まあ、この2年で2年半かなで、様々なアクションをしてきましたので、そういったこともこの後お話しできればと思います。 ありがとうございます。私が早口で始めちゃったんで皆さん早口になりがちあの <laughs> いつものペースでお願いいたします失礼いたします。では大坪さん自己紹介をお願いします。はいえっ、ー、と株式会社ゴールドウィンの大坪と申します。え私あのニュートラルワークスというブランドを現在担当をしております。あの2004年にですねえっとゴールドウィンの方に入社をしましてえっと約20年ぐらい経つんですけれどもおアウトドアのアパレルを中心に仕事を をしてきました。で、ニュートラルワークスっていうのは、えっと、2016年に最初、先ほど、あの、ローハーマンさんと同じくですね、ショップ事業から始まった事業になりまして、で、私はその21年にショップ事業からブランド事業に転換していくということで、まあ、ものづくりですとか、店づくり、そういったブランドづくりをやってきたキャリアというものを活かしてですね、このブランドを、あの、新たにスタートするということで、現在、やっております。 そうですね。当社は、あの、あの、ニュートラルワークスですとか、ノースフェス以外にもですね、あの、スポーツ、まあ、国内のスポーツアパレルという会社になるんですけれども、あの、いわゆる野球ですとか、サッカーですとか、競技のスポーツ、まあ、当然競技のスポーツもラグビーですとか、そういったものあるんですけど、よりそのスポーツの、あの、解釈をもっと広く、 あの、子供からおじいちゃん、ばあちゃんまで、それと、あの、どちらかというと、競うとか、鍛えるとか、もそういったことだけではなくて、あの、スポーツによって整えたりとか、あるいは体だけではなくて、心をこう、あの、整えていけるようなことを目指してやっていきたいということで、現在、やっております。で、えっと、この近く、あの、ここ、日比谷の近くですけども、日比谷の、えっと、ミッドタウンさんの3階に、えっと、直営店が1店舗と、それと、これは昨年の11月に、えっと、日比谷、エビスの、 ガーデンプレスにオープンした新しいお店でして、現在直営店が2店舗ということで、まだ本当に事業として始まったばっかりなんですけども、これからですね、日本世界へ発信していきたいということでやっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、今日は消費者、私昨日10回練習してきたんです。消費者庁さん、消費者庁さん、消費者庁さんのイベントなので、やっぱ消費者さん、生活者さん、 のとサステナブルのファッションをつなぐっていうことが大命題だと思っているんですけれどもお二人から何度も先ほどお店とかアウトドアのシーンとかあのたくさん消費者さんとの接点というものがあ,のあるということがお二人の活動からはわかるなというふうに自己紹介からお気づきかと思いますでは今回この後はですねその活動をしながらサステナビリティの取り組みをましていらっしゃいますとその中であこれは未来,未来が変わるかも 変えられるかもしれないっていう思った瞬間はあったのでしょうかあったのであればそれはどんな時だったかこんなことをお二人に聞いてみたいと思いますが、では大坪さんの方からお願いできますかはい。えっ、ー、と、まずはこれは直近の WWD さんのニュースですけれども、はい、えっと、 約、えっと、すいません、ど忘れしました。10年ほど前になるんですけれども、スパイバーさんといって、まあ、我々、どうしてもスポーツですとか、そういったアウトドアの機能服というのは、まあ、先ほどから何度も出てきているように、ポリエステルですとか、ナイロンですとか、石油由来の素材を使うケースがまあ本当に多いんですけれども、まあ、そういったものから脱却したいということで、えっと、構造のタンパク、 いわゆる髪の毛ですとか、ウール、ダウン、まあそういったものって、ほとんどがタンパク質から出てできているんですけれども、糖を発酵させて、で、それをタンパク質にして、まあそのタンパク質も遺伝子化デザインをしてですね、新しい繊維を作っていくという会社がスパイバーさんという会社があるんですけれども、そちらに投資をして、新しい素材開発というのを自分たちで一緒にやっていくということで、まあ最初はもう本当に私もこのプロジェクト参画して、えっ、ー、と、いて、 2019年にですね、ようやく、あの、ムーンパーカーというパーカー、あの、50着だったと思いますけど、発売できたんですけれども、本当にまだまだこう、道が、あ毎日こう、扉を開けてるような、開けても開けてもなんかまた扉が出てくるみたいな状況だったんですけれども、これはもう本当につい先日発表した内容ですけれども、タイにプラントができてですね、まあ、一般的にこう、販売できる、量産化できるプロセスで、 量産かと言えるような数量があのこの冬に発売できるということで、まあ、これは何かこう変えられるんじゃないかってすごくたんぱく質ってだから皆さんが私もここに持ってるこのタンパク質が意図になるという未来は変わるかもとしか思,思えないことですが根岸さん実はスパイバーさんの洋服の扱いもじゃニとのコラボレーション、はい、次の春次、はい、あのまさにこの量産ができるというタイミングで ゴールドウィンさんあの出資とかうちはしてないんですが、第1番目として実は使わせていただいて、えー、お洋服が出ます。2>, うん、2年前からラブコールを実は、はい、スパイバーさんに送っていて、うちでも、うん、確実に未来は広がっていってるなと思う。はいはい、本当にこれはまさに変わる、変えていってる瞬間だと思うんですが、もう一つこんな例もいただきました。こちらは、 昨年 WWD で使った海の危機とファッションというテーマの中で漁網のリサイクルとかマイクロプラスチックについて扱った号なんですが大坪さんがすごいと思うのは漁網リサイクルをしようと思ったらまず漁港に行くっていうところですよね。あの先ほどの、えっと、消費者庁さんの資料にもありましたけれども、まあ、リサイクルをしていくって材料を変えていくとかあるいは製品をこう変えていくってこと自体は、まあ 極端に言うと誰でもできることだと思うんですけれども、やっぱりそれを変える意味みたいなのがお客さんに伝わっていかないと、結局、まあ、その環境負荷が低いものでものを作ったとしても、お客さんが納得しなくて、まあ、すぐ捨ててしまったりとか、まあ、使えないもので、あ結局、 機能しなくて捨てられてしまうってことだと、もう結局一緒になってしまうので、であれば、その単にものがあのそういうふうに作られてるってことではなくて、まあ、人の意識であるとか、まあそういったところまで変えていけるようなあのものにしていきたいなって思いがありまして、まあただそういうものに置き換えていくだけではなくて、何かその伝えていけられるような商品を作っていきたいなということで、これはあのフィッシャー、あの、 漁毛捨てられてる漁毛を使ってナイロンをリサイクルするってことなんですけど皆さん今気づきました。笑うとこだったんですよ笑うとこで笑うとこだフィッシャーマンズセーターを作毛そうですね。それでフィッシャーマンズセーターを作るっていうことで。笑うとこです。はい。網を使ってる人が着てるものを漁毛で作るみたいな。<laughs> まあ、そういったあの物質的な循環だけではなくて気持ちの循環とか、まあ、そういったことを、まあ、伝えていきたいなってことを、まあ、そういうのを真剣に、えー、やると。 いうことで右の白いセーターとかがそうですよね。なるほど、ありがとうございます、えーと。でも同じ質問を根岸さんに伺いたいんですが、サステナビリティの取り組みをしてきて、あこれは未来をか変わるかも、変えられると思った瞬間は、この時でしょうか、はい、ちょっとこれはあの実はあの緑の着ているのが私なんですが、WD さんの表紙にしていただいて、WD の表紙に太陽光発電が載ったのは史上初です。 嬉しいです。すません。あの、実は、あの、うちは、ロンハーマンは、お洋服のお店なんですけれども、発電所を作りました。えー、これはソーラーシェアリングという、えー、本当にソーラーパネル、千葉県の創作市というところにあるんですけれども、えー、上で太陽光発電で、下で実は今、有機の不耕起栽培、耕さない不耕、えー、起栽培の有機の農業を、えー、農家さんと協業して、はい、やっております。で 次のページお願いいたします。えー、ここにも書いてあるんですが、あの、公約の中で2030年までに、えー、事業のスコープ1、スコープ2までなんですけれども、そちらの、えー、CO2 排出量をゼロにするという目標を掲げている中で、もう、だったら自分たちで電気を作ろうよと。で、うちはカフェもやっているし、もう、 自分たちが向かいたい未来を自分たちが作っていこうよとこれはあの実施したんですがやっぱりこうアクションすることによっていろんなつながりが増えて、えー、知り合う方も増えてものすごく広がりを感じてますなのでこれは本当にそれを感じた一つですねであとその次がもう一つがこれはあのサステナリティビジョンを発表した2年前の写真なんですけれどもやはり口に出すこと自分たちは変わっていけますよと口に出すことで、えー それに共感した人たちが変わっていってくれているっていうのを今実感しています。なので、とにかく声にする、行動するっていうことで未来が変わっていくと感じています。はい。ありがとうございます。本当にお二人は行動の二人、お二人だな。まあお二人だけそういう方は業界にたくさんいらっしゃいますけれども、まあそういったことが未来を変,変わるのを待つんじゃなくて変えていくんだなと日々の影響を私も受けております。今回もう一つ、 質問をお二人には投げたくてですねそれがこちらの質問です企業の枠を超えた取り組みとそこから得られるものとは先ほどの一部のセッションでも、まあ、一企業一単体産業一それこそ一つの国だけで実現できるものではないという循環社会というのはメッセージもありましたがまさにそう思います実際こう活動する中で今までのアパレルファッションビジネスとは違ういろんな広がりが お二人の周りには広がっているんじゃないかなということで、できればですね、せっかくですので、行政に期待する、行政も大きな、もちろん仲間、仲間といいますか、のチーム、新しいビジネスを作っていくチームの、だと思いますので、行政に期待することなどもあれば、それも含めてお話しいただきたいと思います。では、こちらは、根岸さんから、このような例でいかがでしょうか。はい、はいえー。こちらは、あの、本当にこの夏に、えー、つい、 そうですね、1ヶ月前に発売したものなんですが、三井物産さんがあの開発したサプライチェーンを可視化するプラットフォーム、ファーマーズ360ドリンクという実はプラットフォームを作ったんですけれども、なかなかやっぱりお洋服の中で、えー、最初の段階、もう原料の段階からお客様の元に消費者に届くまでを可視化するっていうことって非常に難しいんですけれども、それをあのツールとして、あの 作られたんですねで声かけていただいて、この開発時点から声かけていただいて、ぜひ一緒に取り組みたいという形で、これはアフリカの農家さんの支援にもつながるんですが、やっぱりどこでどういう人が作った綿花がどこを通って、どう貿易されて、そしてどう手元にで。で、自分が使ったお金がどういう支援に 使いたいかっていうのも選べるんですよ。で、これはやっぱり私たちだけだととてもできないことなんですけれども、こういった形で商者さんが開発してくれることと私たちが組む、クリエーションが組むことで、あの、非常に何て言うんでしょう。これは未来、とても明るい未来が見えましたし、あとは何よりもお客様、私たちだけではなく、お客様にとっての新たな経験っていうものがここに生まれたことがすごく大きいなと感じました。 新たな経験。いいですね、はい、まさにトレーサビリティっていうのは今大きなキーワードですけれども、ネギさん、このサスティナビリティに関わるまで私はファッションがこんなに農業だったなんてっていうことは、ね、気づいてなかった。はい、今改めてすごく気づんです。これやるとすごくなんか農業とか野菜とかと一緒なんだなと思いますね。はい。本当にいろんなことをより知りました。実はチームが アフリカのザンビアまで行って取材したりして、実は現地に行ったりして、あの本当にいろんな、はい、得たものがあります。うん、この会場ではアフリカで頑張っている人が他にも何人かいらっしゃるんで、<ー>後で紹介したいです。えっともう一つこちらの例もぜひご紹介ください。あはい、これあの、今、ちょうど飛んでおります、JAL、うんはい、の子がょつも飛んでる、今。 飛んでます。今、ホノルルと成田を行き来してるんですけれども、JAL の子会社さんのジップ屋さんで、素晴らしいのが、やっぱり航空会社として世界初の、えー、カーボンニュートラル便っていうものを4月にジップ屋さんスタートしたんですけれども、ここもこれが飛ぶ前からお話をしていく中で、同じ目標に向かっているということもあり、あとは実はロンハーマン、ホノルルに ワイキキにお店ができまして、そういったこともあって、実は、はい、前からお話をして、ラッピングという形で、はい、カーボンニュートラルフライトを実現してます。うん、で、これは、あの、どちらかというと、こういうことを私たちが組んですることで、うん、カーボンニュートラルって何とか、あ、そっかっていう、何かの気づきになるっていうことが一番大きいなと思ってます。うん、ローハーマンにとって、ホノルルとか、まあ、LA 西海岸ですごく大事な、はい、 場所,場所です、うん、でも飛行機に乗ることっていうのはもしかしたらちょっと戸惑うかもしれないですね最<近>やっぱりはい排出量を考えると自分でオフセットしたりとかってしてたんですけれども、うん、あのこれはあっそうなんだっていうワクワクの中から新たな気づきが生まれるっていうことははい。はい うん、そこに意味があるかなと思っておりますまさに企業の枠を超えた取り組みですね、うん、行政のリクエストなど伺う前に先に大坪さんの事例をお話しいただけたらと思いますこちらは野球場ですかあ、そうですねこれはあのつい先日3月30日にオープンした日本ハムファイターズさんの新球場ですねスコンフィールドのおなんですけども先ほどの通り我々全くあの野球と今まで接点がなかったんですけれどもこれはあの 球場というよりかは球場を通じて子供たちに例えばアウトドアを体験してもらうとかあるいはこの場所を通じて野球を含めた新しいエンターテインメントを発信していきたいというところに共感を得まして弊社全体としてもそうですしニュートラルワークスとしてはここで働くその選手以外のユニフォームを開発しまして本当にこう芝を整備している人ですとか球団の 職員の方でですす。とととか、かかさんとか GM とかもそうです、ね、皆さん、本当にいろんな多種多様な人たちの制服を作るということで従来ですとそういうい作業服というのは基本的に捨てられてしまうもの、まあ、使い終わったら捨ててしまったりとか、まあ、そういうんていうんですか、ね、使い捨ての文化というのが今でもあると思うんですけども、そういうものを選手と同じように働いている人たちの意識を変えていけるような、まあ、ユニフォームを作りたいということで作業服とは言わずにユニフォームという言い方をしてあの我々、そういった新しいワークウェアのビジネスっていうのを始めています。 なりニュートラルワークスの意味というのは、いつでもレディーそうですね、一日の中にいろんなあの働いたり休んだりしてると思うんですけど、自分にとっていい状態って、皆さんそれぞれにとって違うと思うんですけども、整ってる状態、レディーな状態っていうのを、まあ、目指していきたいということで、仕事をしている時も遊んでる時も、野球見てる時も、まあ、常にそういうレディーな状態になれるようにしていきたいということで、まあ、そういうユニホームユニホームというか。 ワークウェアですね、皆さんにとっての、そういったものを作りました。本当にサステナビリティの取り組みって、いろいろあるけれども、まず自分がレディーじゃなきゃ、絶対続かないっていうところがあるので、すごく共感を覚えます。もう一つ。そうですね、これはあの、えっと。うん、富士山の周りを走る。えっと、U. T. M. F. というトレイルラーニングの大会があるんですけども、これだけ。ではなくてですね。あの数年前から、こういった T. シャツを回収して。次の T. シャツに、こう、あの先ほどの。 資料にもありましたけれども、繊維から繊維に、えー、置き換えていくといったことをやってまして、特にマラソン大会の T シャツを着て、こう日々練習されている方ってたくさんいらっしゃると思うんですけれども、まあ、ボロボロになってしまったものを廃棄するのではなくて、次の大会の T シャツにこう移していくといったことをやってます。直近ですと10、えっ、ー、と昨年のようやく開催できたんですけれども、2023年の12月に湘南国際マラソンと、世界で初めて、 あのマイボトル製を導入したマラソン大会になるんですけれどもこちらもの自治体とあの河,野さんがあ河野大臣があの名誉会長になられているんですけれどもそういったやっぱりその我々企業としてだけではなくて自治体や大会やどうしてもマイボトルになるとその自分のタイムがもしかしたら落ちてしまうかもしれないとかもそういったことはあるんですけれどもよりより大会にゴミが世界で一番少ない。 大会を作りたいということで、これもやっぱり意識だと思うんですよね。そういったことをまあ T シャツを回収して次に作っていくっていうだけではあるんですけれども、こういうことを通じて、そういったことをあの世界のマラソン大会を変えていきたいという思いで、まあこういったことを実行していたりします。回収ってすごく大変ですし、その後の分別はさらに大変で、その後のリサイクルはまた大変ですけど、この場って皆さんなんかこう、 よりこう回収率が高いと聞いたんですが、それはななんでなんですかね。そうですね。やっぱりお店で回収しますってなると、まあ、そもそもそれを。家のゴミ捨て場じゃなくて、お店まで持っていくのが大変とか、なんとなく、なんか。やっぱりこう、なんつすか、手間。 とかで意識がなかなか働かないんですけど自分が出たその1年頑張ってきてボロボロになってしまったものを次に渡していきたいとかってそういった気持ちがちょっと違うと思うんですよねなんかこう回収するっていう文脈っいうよりか人に託していくとかあとはこの資料には載せてないですけれどもあのアップサイクルとして子供服ってどうしても1年で子供が成長してってサイズアウトしてしまうので物は丈夫なのに。 何かあの、なんていうんですか、こう売らなきゃいけないとか、そういったものがあるんですけど、それをグリーンバトンといって、昨年、先ほどご紹介した恵比寿のお店で、子供服を回収して、修理をしてで、次の子供にリセールするってなると、そうすると結構皆さん持ってきてくれるということで、やっぱりその伝え方を変えていくことで、な,んか,なかなか集まらないものも集めるようになったりとか、気持ちが変わる施策になるんじゃないかっていうふうに思って、まあ、その辺をすごく意識してやってます。 物まテリアルになる可能性もユニフォームだと高いし、いいですね。まあ、ここでぜひお二人ですよね、受験生に期待すること、一緒にやっていこうというメッセージでもいいですし、希望とか、何かこう、一言いただきたいんですが、ね、根岸さんいかがですかはい。今まさにそのお話をされてたんですが、やはり、あの、うちでも弊社でも、えー、回収という形でボックスを作ったりとか、今まで何度もトライしてきたんですけれども、あの、今、 おっしゃってたみたいに、気持ちが入るようなものでしたりとかですと、少し、まあ、何かしらのアクションはあるんですが、やはり、本当に社会を変えていくってなった時には、企業だけの力だと、正直どうにもならないなというのが、はい、そう思っておりますので、そこは、企業が、企業もみんなで連携しながら、やはり行政の、力を、ついと思います,す、ね。仕組みを作っていくい。はい、作っていただけると。うん。ばさん、いかがですか そうですね。我々、いわ,いわゆる中の人というか、この産業に携わっている人でも、こんなに見えないことがあるんだなっていうぐらい、例えば一つの商品作るにしても、すごく分業になっているので、記事を作る人。 縫う人、糸を作る人、加工する人って本当にこんなにたくさんの人が関わっているのかっていうぐらい関わっているんですけどそれがなかなかやっぱり、私もあんまり消費者という言い方はしたくなくてですね、実際に使ってもらう人に伝えていきたいんですけども、なかなかやっぱりそういう見えないことを可視化していくのってそれもやっぱり回収と一緒であの企業だけの力では伝えていきづらいというところがあってやっぱり自治体とかいろんなそのより 日常に近い場所から伝えていく方法をやっぱ変えていかないと人の意識って変わっていかないんじゃないかと思うとどうか難しくしないでほしいというかよりポジティブにあのみんなの意識が変えていけるようななんかもっとこう取り組んでいけるようなあのコミュニケーションにあの一緒にしていけるといいかなしてほしいなっていうのはすごく思いとしてありますねもう当然やらなきゃいけないことではあるんですけどやらなきゃいけないコミュニケーションにはしないしたくないなと いうのは思いとしてあります。ありがとうございます。消費者庁さんの取り組みに大いに期待しております。えっ、ー、と、お待たせしました。はい。では、ここからはですね。はい、戸田さんと宇沢さんに入っていただいて。あの質問、もしくは、まあ、こう、せっかくこの場なので、伝えたいということ。を自由に発言していただけたらなと思うんですが。待って、えっ、ー、と、手前にいるという理由で、まず、戸田さん、いかがですか?。はい。 まず今何を勉強しているかを告白。そうですね。私は日本女子大学大学院の皮膚学科で、えっと、素材に関わる研究の研究室にいます。で研究内容としては、こう EC サイトでどうやったら素材感が伝わるだろうかというところを主に研究しております。えっと、 まあ、被膚学科で勉強をしている身ではあるんですけども、こうやって企業の方の実際の取り組みだったりを聞ける機会ってなかなかないので、本日は貴重なお話ありがとうございました。ありがとうございます、えっと。私の方から質問があるんですけれども、えっと、やっぱりサステナブルな取り組みをしているからこそ、そういう企業さんの商品って高いなっていうふうに、特に20代だと、ちょっとイメージ的に感じてしまうところがあるんですね。 あとやっぱりこうサステナブルな商品って長く使えるっていうところに重きを置いていると思うので、えー、とその分商品を売る数っていうのも少なくなってしまうのかなって考えるんですでそういったこう高いからこそちょっと買いにくいなという思いだったりとか、えー、と長く使えるプロダクトだからこそ、えー、と売る数売り上げとかが少なくなってしまうっていうそういった矛盾 2には、企業としてどういうふうに考えているというか、取り組みをしていらっしゃるか、ちょっとお聞きしたいなと思いました。はい、うざって思ってる企業の方は多いと思いますが <laughs>、まあ、頑張って答えていただきましょう。ネギ、ね、さん、いかがでしょうか。私からあの。とてもわかります。まずはあの、まあ、やはり企業なので、みんなのお給料を出していく。やっぱりあの、そうですね、速攻するには利益を出していかなきゃいけない。ただ、そことサステナブルっていうものだと、せ、ね、めぎ合いますよね。 あのロン・ハーマンですとあの公約にも掲げたんですが実は2023年今年中に、えー、セールをやめるということを掲げていますで25店舗ある中で今13店舗セールを実は1年前からしてないんですけれどもそれによって簡単ではないんですができるということをちょっとやっていきたくてまずは適正在庫ってどれぐらいなんだろう、ねね、あとセールをしないでお店を面白くしていくことで 実は利益率は上がったんですよ。なので、あの商品の量、作る量は減ったんですけれども、清涼しないで自分たちのタイミングで、その商品の価値っていうものを決めていくということをする中で、あの、今そこは、今のところ実践できています。続けていくことが大変なんですけど、ただあとは、だからといっても、それでもシーズン、どうしても売れなかったものがあるというもので、うちはあのアウトレット店舗が、 あ,のあるんですすけれども4店舗ありますでそこではぎゅうぎゅうに詰めるのではなく価格軸ではなくあの出会えなかったものとしてもう一回魅力的に見せるという MD 組をして実はアウトレットも運営しています。で先ほどの言うとあまり知られてないんですがあのやっぱり通常のものよりは買いやすくなっているので実はアウトレット店舗を学生時代に私も結構。 活用したんですけど、そういうところであの見つけていくっていうのは一個いいんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。同じ質問でお坪さんいかがでしょうか。そうですね。あのまあ同じ質問をよくうちの営業の人とかにも <laughs> されるんですけども、基本的にでも長持ちするやつとしないものって普通に思えば、い三回買わなきゃいけないものよりは一回で済むんだったら、それが長く続いている方が。 いいいんじゃないかなかって仮にあの3回買ってくれるんだったらまだしも3年持つものと例えば1年しか持たないもので1年しか持たないものを次に買うのかって思ったら僕はなんかつやっぱり3年持つ方高くても買った方がいいなってそれはユーザーとして思ったりするので、まあ、まずはその何回も買わなきゃいけないってこと自体がそれこそ消費するって違うんじゃないかなと思っているのでやっぱりよりお客さんにとって何が本質的に。 満足いく結果になるのかと思えば瞬間的には売り上げ確かに減るかもしれないですけど長いスパンで見たら絶対にいいんじゃないかって勝手に思ってるのとあとそもそもやっぱり20年近くこの仕事をしてて思うんですけど自分の都合で売ってるブランドで淘汰されたブランドってたくさんあるんですけど誰かのためにいいことしてるブランドでなくなったブランドってすごい少ないと思ってましてやっぱり最後に。 残っってて、るる人からこう愛されたりするブランドって自分たちのことだけを考えてるんではなくて誰かのこと自分以外のことを考えてるブランドがもう残るんじゃないってすごいセイントみたいなコメントにみんなちょっとどう思ってるのかわかんないですけどあのいやでも本当にそう思っていてあのこれってやっぱり ブランドとか企業ってイコール人だというふうふに思っていて人から本当に愛されるブランドってどういうブランドかって考えたらそういうふうに長く続いて大切にしてもらえるようにした方がなんかやっぱり結局、先ほどの捨てられないずっと持っててもらえる長く使えるって丈夫かどうかって先ほどの資料にもあのどなたかの資料にありましたけど単純に強いかどうかじゃないと思うんですよね。その人ににずっっとと大切ししてててももらえるかかかどうかって修理してでも使いたいた 誰か自分じゃない、誰かに託したいって思って、もらえるものを作っていくってなると。やっぱり、それがイコールサステナブルになるんじゃないかって思って。あの、頑張っているっていう、あの。おそらくうちの社員の人は聞いてるんじゃないかと思って、ちょっと。そうですね,ででねあの。多くの人に届けてるっていうことが伝わってきました。でも、すごい伝わりました。田中 <laughs> さん、よろしいでしょうか。ありがとうございます。あのー、そうですね。 バーゲンというかセールをやめるっていうちょっと私的にはすごい衝撃思い切った取り組みだなっていうのと長期的な視点というのがすごく伝わったので個人的にすごく面白かったです。あり,すありがとうございました。ご回答。セールをやめると次のシーズンの企画がやっぱりより精度が高くなるのでううのる。なるほど、ね。はい。いいこといっぱ、ね、いあります。ありがとうございます。宇沢さんお待たせしました。今日着てらっしゃるお洋服の紹介から始めていただいていいですか。はい。 大妻女子大学家政学部被膚学科の宇佐間子と申します。本日はこのような貴重な場にどうぞ登壇させていただく機会をいただき本当にありがとうございます。私が今来ているのは、えっと、実は私の所属するゼミナールではファッションブランドのマール東京というブランドを運営させていただいているんですけれども、えっと、受注生産型でサスティナブルな あの、素材とかを使って、縫製工場、国内の縫製工場と,と提携して、あの、ものづくりを行わせていただいているんですけれども、この、あの、今、着ているものすべて、そのマール東京のものになります。ライバルじゃないですかね、もはやね。ねえ <laughs> ということを言って、何かこう質問とかご意見などはありますか はい。私はご質問ではなくてあの純粋にこれまでのお話の中で印象,に印象深かったぜひぜひお話の感想とかをあのお話しさせていただきたいと思うんですけれども特にゴールドウィーンの大坪様のお話の中で漁網を使った製品についてのご紹介があったと思うんですけれどもごみになってしまうものもリサイクルして。 といった取り組みに非常に賛同しましたでもともと漁網だったものがここまで可愛いニットにあの変,われる変,わ変わることができるっていうのに驚くと同時になんか新しいファッションの可能性っていうのもすごく感じました で、なので今後もどんな服が生まれてくるのかなっていうのがすごくあの楽しみですし、とは捨てるのではなくて、なんか社会に循環させる選択をしていくことに目を向けることが重要なのかなっていうふうに感じました。はい。以上です。松尾さん、一言アンサーを。ありがとうございます。あの一番理解してくれてるような気がして、なんかすごく嬉しかったですけど。<laughs> でも本当にあの、未利用資源 まだ使われてない資源っていうのはすごくたくさんあって、例えばあの昨年、ちょうど漁網のタイミングでやりましたけど、ビール飲むとき、スポーツ観戦するときって、私、ビール好きでよく飲むんですけど、このビール飲むときに、実はこれもやっぱり見えないところで、いっぱいいろんなものが捨てられてて、でホップカスとか、モルトカスとか、それを使って T シャツ染められないかなっていうので。うん それを着てビール観戦しようみたいなことをやったりですとかバナナスポーツにとって結構バナナって重要なフルーツなんですけどバナナってあの一ふた作るのに実は毎回木を切ってるんですよね。 その木ってすごい捨てられて燃やされてって、それって直接的には CO2 のあ,あいった数字には出てこないじゃないですか。なので、その木を使ってバナナを買いに行くときのトートバッグ作るとか、なんかそういう捨てられてしまってるものを使って、かつそういうことを伝えていくれるってことは、あの、私たちのように小さなブランドでもできるんじゃないかなって思って、まあそういうことを結構積極的に、まあやっていたりします。 ありがとうございます。お話は尽きないんですが、時間もややオーバーしておりまして、そろそろ、あの、クローズに向かいたいと思います。本当、改めて、あの、今日、デザインすることの楽しさを私は感じました。今までお洋服って意図から、お洋服にしてありがとうございましたまでだったんですけど、本当にデザインするってビジネスもデザインだし、あの、お客さんの行動をこう、一緒に味方にするのもデザインだし、ので、デザインの力によって、本当に循環はできる。 絶対できると自分に言ってみたはいこれからもあの <laughs> 皆さんと一緒にともどもファッションを通じて世の中を少しでも良くしていきたいですね本日はどうもありがとうございました以上をもちまして未来を変えるサステナブルファッションの可能性のテーブルを終わりますありがとうございましたありがとうございました向こう様、ま登壇者の皆様ありがとうございました,様皆,様ました皆様どうぞご好談ください それでは最後に、消費者庁新未来創造戦略本部次長、相本博より、閉会のご挨拶を申し上げます。相本次長、よろしくお願いいたします。消費者庁新未来創造戦略本部次長の相本でございます。 本日ご登壇いただきました皆様、会場にお越しいただきました皆様、またオンラインでご覧いただいている皆様におかれましては、お忙しい中、本シンポジウムにご参加いただき、誠にありがとうございました。本日は未来を変えるサスティナブルファッションの可能性、日 EU の取り組みをテーマに、日本と EU の行政機関、事業者、そして次世代を担う若い方々にもご登壇いただき、 それぞれの視点から様々な取り組みのご紹介やご議論をいただきました。第1部の基調講演では、この分野で世界をリードしている EU の行政機関、事業者団体の皆様から、人権、リューデリジェンスや循環経済の実現を目指した法制度、事業者による持続可能な医療品サプライチェーン構築に向けた取り組みなどについてご紹介をいただきました。 第2部のラウンドテーブルでは、繊維産業における環境や人権への配慮に関するガイドライン策定などの取り組みについて、経済産業者から、省からご説明をいただきました。また、はい、日本の事業者の皆様,皆様からは、環境負荷の少ない天然素材の利用など、サステナブルファッションに関する先進的な取り組みをご紹介いただくとと,ともに、 サスティナブルファッションにも取り組む学生の皆様にもご登壇いただき、そのさらなる推進に必要な連携などについて意見交換をいただきました。ご議論を拝聴し、日本においても今後サスティナブルファッションに関する取り組みがさらに加速し、持続可能な社会の実現へとつながっていく可能性を感じました。本日ご紹介いただいた様々な取り組みや議論は、 ご参加いただいた皆様がサステナブルファッションに積極的に取り組むための新たな一歩になるものと考えております。最後に本日のシンポジウムにご参加いただきましたすべての皆様方に改めて厚く御礼を申し上げます。本シンポジウムがご登壇いただいた皆様の取り組みや日本及び EU におけるサステナブルファッションの進展に寄与することを記念いたしまして 閉会のご挨拶とさせていただけます。本日はありがとうございました。ありがとうございました。どうぞご講談ください。以上をもちまして、サスティナブルファッションに関する日 EU 国際シンポジウムを閉会いたします。お帰りの際には、お忘れ物などございませんようご準備ください。 また、同時通訳レシーバーは必ず受付にご返却をお願いいたします。皆様、本日はご来場、ご視聴いただきまして、誠にありがとうございました。